イーサネットパケットの構造。FCS はイーサネットフレームの最後についている。フレームチェック、シークエンスとは通信プロトコルのフレームにエラー検出のために付加されるコードである。フレームは送信元から送信先にペイロードを送信するために使用される。フレームやその中に含まれるビット、バイト、フィールドは様々な要因によるエラーの影響を受けやすい。 FCS フィールドには送信元においてフレーム内のデータに基づいて計算された数値が含まれている。この数値は送信されるフレームの最後に追加される。宛先ノードではフレームを受信したとき受信したフレーム内のデータに基づいて同じアルゴリズムで FCS の数値を再計算しフレームに含まれる FCS の数値と比較する。 二つの数値が異なる場合は、エラーとみなされ、フレームは破棄される。FCS は、エラー検出のみを提供する。エラー訂正は別の手段を使って実行する必要がある。例えば、イーサネットの仕様では、破損したフレームは廃棄すべきであると規定されているが、フレームを再送させるための動作は規定されていない。TCP などの上位プロトコルにて、データの欠損が検出され、 再送とエラー訂正が行われる。イーサネットフレームの詳細な構造 FCS は受信側がフレームの最後の FCS を受信した時点でフレーム全体の積算合計を計算できるような方法で送信されることが多い。イーサネットなどの IEE802 プロトコルではデータは再開ビットが最初に送信され、 FCS は最上位ビットが最初に送信されると標準で規定されている。代替的なアプローチは反転した FCS もまた再開ビットを最初に送ることができるように FCS のビット反転を生成することである。詳細はイーサネットフレームフレームチェックシーケンスを参照。FCS のアルゴリズムで最もよく使用されるのは巡回上調検査である。 3 2ビットのイーサネットや、その他の IEE802 プロトコル、16、または3 2ビットの x25、16、または3 2ビットの HDLC、1 6ビットのフレームリレー、16、または3 2ビットのポイント2、ポイントプロトコル、およびその他のデータリンクスをプロトコルで使用される。インターネットプロトコルスイートのプロトコルは、チェックサムを使用する傾向がある。 ありがとうございます。